皆さんこんにちは。今回は射出成形の基礎知識について、初心者から中級者向けに3回に分けて分かりやすく解説していきます。第1回目は射出成形って何というテーマで、代表的な製品も合わせて紹介していきます。ぜひ最後まで見ていってください。プラスチックの成形方法は数多く存在しますが、特に金型を使用した大量生産工法としては、射出成形、押し出し成形、真空成形、ブロー成形などが挙げられます。その中でも代表的な成形方法が今回ご紹介する射出成形です。射出成形とは、射出成形機と呼ばれる機械を使用し、金型内に加熱・溶融させたプラスチックを高圧で射出して成形する工法のことを言います。複雑な形状、美しい衣装面の再現性が高く、かつ大量生産を得意とする最もメジャーなプラスチック成形工法です。最初に紹介したように、私たちの身の回りには射出成形で作られた製品がたくさんあります。まずはその中でも代表的な製品を3つほど紹介します。1つ目はよくおもちゃ売り場にあるプラモデル製品です。パーツがすべてつながっており、それぞれニッパーで切って組み立てるプラスチック製の模型です。実はこのプラモデルは射出成形機で成形された製品をそのまま袋に封入し製品化しています。パーツがつながっている部分をランナー、パーツ同士をくっつける穴をボス、パーツの強度を保つための仕切りのようなものをリブと言い、こういった部分に射出成形で作られた製品らしさが特徴として現れています。2つ目は、特に私たちの生活に欠かせない飲料水のペットボトルキャップです。ロゴが印刷されていたり、触り心地が部分によって違ったり、内側はネジ構造であったりと、非常に機能的で射出成形の技術があの小さなキャップに詰まっています。世界中で使用されているペットボトルのキャップは、射出成形の魅力の一つである大量生産で支えられています。3つ目は、大ロットかつ量産での射出成形の代表である自動車部品です。車の外観、内観ほとんどにプラスチック製の射出成形品が使われており、自動車1台を構成するのに射出成形品はなくてはならない存在です。さまざまな種類の樹脂材に対応できる射出成形は、使用用途ごとに材質を変えることでそれぞれに適したプラスチック部品を作ることが可能です。例えばドアそのものや取っ手部分、座席シート、バンパーなど、強度や触り心地、衣装面の美しさなど、各部品に要求される異なった機能や材料を変えることで織り込ませられるのです。今回は射出成形とは何かについてお話ししました。次回は射出成形の成形方法について解説します。こちらは参考サイトのご案内です。関東 NFG チャンネルでは、プラスチックに関わる様々な情報を配信しています。ぜひ他の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。